言っていないようなんです、うん、なるほど、はい、スタジオ国際部の安永記者に伝えてもらいました、はい。国際社会からの批判をはねのけ、核開発を続けるイラン。欧米諸国は事態打開を図り協議を続けてきましたが、有効な手立ては打ち出せていません。It remains clear that there are significant gaps between the substance of the two positions. 日本時間の昨日、EU はイラン産原油の域内への輸入を全面的に禁止する措置に踏み切りました。制裁を受けるイランは反発を強め、緊張が高まっています。こうした中、イランとの対決姿勢を強めるイスラエルの静かな戦いがクローズアップされています。弁護士たちが法廷を舞台にイラン政府を相手に賠償金を求める動きを活発化させているのです。L'Anouhi Haaretz Hazou. ומי שרוצה להשמיד אותנו, ומי שרוצה לסלק אותנו מארצנו, אנו נלחם בו. 国際社会がイラン包囲網を強める中、イスラエルが法廷で繰り広げるもう一つの戦いに迫ります。イランを安全保障上の脅威とみなし、軍事攻撃も排除しない構えを見せているのがイスラエルです。イランに対する EU の制裁強化についても、このイスラエルは効果は十分でないかもしれず、国際社会は圧力をかけ続ける必要があるとして強硬な姿勢を崩していません。そのイスラエルでは、法廷を舞台にイランという国を訴え、弁護士たちが多額の賠償金を勝ち取るという動きが出ています。イスラエルの保守的な団体が開いたイベントです。この団体は毎年国家の利益に貢献した人を数人表彰していますが、今年はある弁護士が選ばれました。ニッツァーナ・ダーシャン・レイトナーさん。表彰の理由は彼女の弁護士としての活動にあります。彼女はイランなどをテロを支援した国として訴え、これまでに多額の賠償金を勝ち取ってきました。She does great work. It's unfortunate that she has to do it, but she does great work. It's important.ニッツァーナさんが担当したイランを相手取った裁判の原告、レイボビッチさんです。9年前、イスラエル国内でパレスチナの武装組織イスラム聖戦による襲撃事件で、2人の娘のうち1人は死亡、もう1人は重傷を負いました。原告のレイボビッチさんの訴訟の仕組みです。テロ事件はイスラエル国内で発生、犯行はパレスチナの武装組織とされていますが、原告側はこの事件の背後に資金面でイランの関与があったとしてイラン政府を訴えます。ただし裁判を行う舞台となる国はアメリカです。アメリカではテロ支援国家と指定されている国に限り、国家そのものを被告として訴えることができるからです。レイボビッチさん側はアメリカ・イリノイ州の裁判所で行われた裁判で、専門家などを招いて事件とイランとの関与を主張。去年2月に下された判決は、原告側の主張を一部認めてイランの関与を認定し、日本円でおよそ40億円の賠償をイランに命じるものでした。 If everyone will act and sue countries that are involvedI believe it will minimize countries from being part of terror.
ニッツァーナさんは裁判に勝った事例についてはアメリカ国内にイラン政府が保有する資産などを探し出し引き渡しを求めます。このようにして彼女はイランだけでなくパレスチナ系の組織の資産なども合わせこれまでに100億円近くを手に入れました。Military fights terrorism militarily. The government fights terrorism diplomatically. Both of them cannot do what we do. Governments have political constraints, they have foreign relationships they have to take into consideration, they have international treaties they are signed off. We don't have any constraints. こうしたアメリカでの訴訟活動を有利に進めるため、ニッツァーナさんは在米のユダヤ人ネットワークも利用しています。この日はイスラエルにアメリカのユダヤ系弁護士や裁判官たちを招きました。案内したのはイスラエル北部のレバノンとの国境。イランが支援しているとされるイスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点です。ニッツァーナさんはイラン政府への賠償金の請求が結局はイスラエルに平和をもたらすと理解を求めました。By obstructing Iran from using the hard currency, we're obstructing them from funding terrorism. We all know that money moves everything. It's right for terror organizations as well. And in order to collect it, we needlong arms in different countries. So we bring all these people from Europe, from United States, from Canada, to build these connections that will help us. Hello. イランを敵対視し、アメリカの法廷をも利用してイランを締め付けようとする弁護士たち。イスラエルのもう一つのイランとの戦いです。ではここからは取材に当たったエルサレムの辻支局長に聞きます。辻さん、VTR での弁護士たちの活動ですけれども、はい、これイスラエル国内ではどのように受け止められているんでしょうか。非常に好意的な受け止めが目立ちます。今回リポートで紹介したのとは別に今年5月にもイランとシリアの政府を訴えて勝訴した裁判があったんですけれども、その際にはイスラエル国内のテレビや新聞が相次いで取り上げ、差し詰め正義の味方という扱いでした。また市民に話を聞きますと、テロで命を落としたイスラエルの同胞の無念を晴らす裁判だという声も聞かれています。政治や軍事の面だけでなく、市民レベルでもイランと対峙していくこうした活動が歓迎されることは、イスラエル国内の反イラン感情の高まりを反映していると言えると思います。辻さん、一方で訴えられている側のイランですけれども、イラン側の反応としてはどういったものがあるんでしょうか。はい、イランはこれら一連の裁判については一切無視する姿勢を取っています。そもそも裁判は不当なものであり、弁護士を立てて出席するまでもないというわけです。イスラエル側が裁判の中でイランがテロ組織を支援していると主張していることについては、いずれも明確な証拠はなく、まともに取り合う必要がないと考えているようです。これまではこうした裁判で賠償金の支払い命令が出てもイラン政府としては無視していれば済んだんです。しかしリポートの弁護士のように、実際にアメリカ国内のイラン資産の差し押さえに成功するケースが出始めていることから、イラン側も弁護士を立てて法廷で争うケースが出ています。イラン政府もただ放っておけばいいというわけにはいかない事態になっているようです。アメリカや EU による制裁強化の動きの中で、法廷闘争を通じてもイランに対抗しようというイスラエルの動きは今後も強まりそうな気配です。はい、エルサレムから辻支局長でした。イランの核開発問題をめぐっては、今週3日欧米など関係6カ国とイランによる専門家の協議が開かれます。
追加的な制裁に反発を強めているイランを相手にどこまで